こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、9月12日に行われた、A 級順位戦第3回戦、藤井聡太竜王対、糸谷哲郎八段の一戦を紹介するよ。結果的には藤井竜王が盤石の受けで勝利したと思ったが、糸谷八段にも逆転のチャンスがあったんだな。そうね、これが AI の評価値だけど。67手目あたりで評価値が糸谷八段2戦近く触れているのよ。本当だな、この手の前後でどんな変化があったのか気になるな。両者の対局後の感想戦でのやり取りも含めてできるだけ詳しく解説するわ。よろしく頼むぜ。ここが問題の局面ね。糸谷さんが7七銀と打ち込んで、藤井さんが根元の7六歩を飛車で払った局面よ。糸谷さんの手番で、金で角を取るか金を取るかの2択だな。そうね、本譜は8八銀なりで角を取ったけど、結論としては7八銀なりで優先になってたのよ。変わらないように見えるけどな、実際はどう進んだんだ。本譜では、8八銀なり、7二歩なり、7五歩、同飛車、7四歩、6五飛車、8三飛車、8八金、6四歩、6六飛車の手順で進んだわ。先手にと金は作られているが、まだまだこれからの局面に見えるぜ。そうね、これで不利になったわけではないけれど、68手目で明確に後手有利になる手順があったの。今度は68手目を7八銀なりとした局面を紹介するわ。先手としては7八同飛車と7二歩なりの2手が考えられるわ。まずは7八同飛車とした変化から見ていくわ。同飛車とすることで先手は銀を取ることはできるけど、後手から7七歩と打つ手があるの。この手に同桂と応じると後手から同桂、同角、8七飛車なりで。後手が竜を作りつつ、先手は飛車が逃げると角が取られる局面になり困っているわ。戻って7七歩打ちに同飛車と取っても、7得歩、同飛車、8七飛車なりで。飛車角両取りがかかって後手大優勢になるわ。なるほど、7七歩は取れないんだな。なら、飛車が逃げたらどうなるんだ。飛車が逃げるなら7九だけど、飛車が抑え込まれて7八金打ちで。飛車角の両取りがかかるからこれも後手が優勢なの。なら今度は2つ目の候補手で挙げていた、7八銀を取らず攻め合いの7二歩なりを選ぶとどうなるんだ。6個このつて目7二歩なりの変化を解説するわ。この手には7七桂なりで、後手の飛車先を通す手があるの。8二と金で飛車を取られたらどうなるんだ。7六なり桂。7二飛車。6二歩。7六飛車なり。6八飛車打ちが変化の一例よ。先手と後手の玉形に差があるし、角取りも残っていてこれは後手有利だな。なら、7七桂なりに先手が同角としたらどうなるんだ。桂馬がいなくなって飛車先が通ったから8七飛車なりがあるの。この後の変化の一例として、8六飛車、7七、なり銀、8七飛車、同なり銀の変化があるわ。この局面で先手からは5合計打ちなどが考えられるけど、8八飛車打ちとされて合駒請求されると攻めの駒が足りないの。4七玉も危険だし、先手は後手に王手で飛車が打てないんだな。なあ霊夢、68手目7八銀なりで後手が優勢なのは分かったけれど、なんで糸谷さんはその手を選ばなかったんだろう。感想戦で藤井さんから7八銀の変化について触れられた時に、7八銀ならずの変化しか読んでいなかったと発言していたわ。ならず？どんな変化になるんだ？おそらくだけれど、7八銀ならず、4四歩、6七銀なり、同玉、7七桂なり、同角、4四角の変化を読んでいたんじゃないかな。銀をならずとすることで6七銀なりを用意して、7七桂なりと王手で飛車先を通す狙いね。ただ、この変化も評価値的には互角だから8八銀なりを選んだんでしょうね。俺たちには想像もできないくらい多岐にわたる膨大な変化を読んでいるんだな。そうね、午前10時から日が変わるまで指し続けるんだから本当に棋士の先生方はすごいわね。今回は A 級順位戦から藤井聡太竜王対糸谷哲郎八段の一戦をお届けしたぜ。このチャンネルでは将棋関連の動画をこれからもお届けするので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。